久米川の戦いは、現行の乱の戦いの一つで、鎌倉時代最末期の現行3年5月12日に、武蔵国久米川において、桜田貞田区に率いる鎌倉幕府勢と、新田義貞率いる反幕府勢との間で行われた合戦である。現行3年5月、新田義貞は、上野国育士名明神で、鎌倉幕府打倒の兵を挙げた。新田軍は、 一族や周辺豪族を集めて兵を増やしつつ、利根川を越えて武蔵国へ進む。利根川を越えた時点で、足利高氏の着死戦士王が合流。戸沢御家人最有力者、足利高氏の着難が加わったことにより、武蔵七島や川越市ら周辺の御家人も加わり、新田軍は数万規模に膨れ上がったと言われる。さらに、新田軍は鎌倉街道沿いに南下し、 入間川を渡る。迎撃に来た桜田貞国、長崎隆重、長崎孫四郎左衛門の梶次郎左衛門の率いる鎌倉幕府軍を5月11日に小手、差原の戦いで撃破。幕府軍は久米川で新田軍の南下を食い止めるべく久米川の南岸で迎え出た。八国山の将軍塚小手差原で勝利した日田軍は そのままの勢いで八国山に陣を張り、ここから指揮を取りろくの幕府軍と対峙した。現在、この陣の跡地は将軍塚と呼ばれている。翌日朝、吉貞の軍勢が久米川に布陣する幕府軍に奇襲を仕掛けたことで戦闘が発生した。桜田貞国は奇襲に対する備えを講じており、奇襲は成功しなかった。幕府軍は、 各力の陣を敷いて、吉貞を挟み込む戦法を取ったが、この戦法を、吉貞は看破し、戦法にかかったような芝居を見せ、陣を拡散させたためてウになった本陣を狙い撃ちに、した。これにより、長崎、カジ軍は撃破され、桜田貞くには軍勢をまとめ、部外があらまで退却した。小手差しらで敗れた、幕府軍にはもはや勢いはなく、戦いは、終始、 日田軍優勢に進み、幕府軍は、多摩川の部ガーラにまで撤退した。鎌倉幕府は小手、差原、久米川の廃砲に接し、日田軍を迎え撃つべく、北条高時の弟、北条安家を大将とする十万の軍勢を派遣。部ガーラにて、桜田貞国の軍勢と合流して、合戦となった。ありがとうございます。